パープルーム TV まあでは、えー、と早速、個別の作品について簡単に説明していきたいと思います。えーとですね、撮影者の方からです、ね、先ほどの解説が長すぎるというクレームが入りましたので、えー、ともうちょっと巻いていてこ,、はいえーね、こちらが梅津洋一の「フルフロンタル」という作品になります。 こちらは先ほども説明したように、えっ、ー、と、倉田世紀の地勘定を下敷きにしておりまして、まあ、痴はこの3枚なんですけれども、まあ、ここにちょっと関係のないポーズを差し込むことによって、地勘定のコンセプトがどんどん薄まっていくという作品で、最終的には11点組になります。はい。で、これでやり、やりたかったことといいますか、そうですね、A という作品が実はありまして、それは、 痴漢城に、まあ、A という作品を追加した4点組で、まあ、それは東京都現代美術館にコレクションされてるんですけれども結構その勘違いされることが多くてですね、えー、とその痴漢城 A を過失してこうなったというふうに思われている方も結構美術関係者でも多くてその度にこう違いますという話をしているんですけれども、まあ、これはその痴漢城 A とは全く別の作品で。 そうなんですだから僕はなんか痴漢字をもとに作品を2回も作っておりまして、まあ、まあそれが原因というかまああれなんですよ別にこうアイディアがアイデアがないからこれを2回やってるわけではなくてですねえっ、ー、とですね何ていうのかなまあ、とにかく痴漢字をもとに作品をもう一度作るに至ったあこういう話をするから長くなるんですよね。まあ 長くなるでですすねはい大丈夫ですじゃあ簡単に言いますと <laughs> えっとですねなんかそもそも「痴漢城」っていう作品になんかすごくこう歴史的な特別な意味みたいなものをすごく、えーとまあ、美,術美術の研究者っていうものは見いだしがちなんですけれどもでも実はそうじゃなくてそうじゃなくて、えー、とど同時代の、まあ、例えばそのホドラーであったりとか ちょっと時代は前後するんですけど、えっ、ー、と、クプカの賛美心だったりとか、モンドリアンの初期作品も賛美心が書かれていたりとか、まあとにかくですね、その、まあ要はなんとなくこうポーズを取らせて、三人、三人ないし五人の、五人、群像で並べるっていうものは、えっ、ー、と、定期的にこう、はや流行るトレ,トレンドとしてそういう、その当時はあ、繰り返されておりまして、えっ、ー、とですね、この作品は、 ある意味、特別な意味を持ちつつある痴漢城というものになんか別に意味のないポーズを足して,足していくことでむしろ痴漢城の意味そして黒田の意味みたいなものをまあ中和したり無化していくということがコンセプトで,でさらにこれがその11点組になることによってその転軸するだけで1 3メートルぐらい必要なんですよね、この作品の幅だけで。そういうい まあ現代アートイコールそのまあこれが現代アートかって言われたら全然現代アートには見えないんですけど僕からしてもえっ、ー、と単純にその作品が肥大化していくことのまあ愚かさみたいなものをまあ身をもってですね身をもって体現しているというそう、そうもない作品だけれどもこの作品の面白い部分はえっ、ー、とねこれを まあギャグでやってるのか本気でやってるのかシミュレーショニズムでやってるのか判断が難しい部分がありましてえっとですねまあ僕結構そういう作品が自分は好ましいと思っておりましてはいそれでこんな作品を作っておりましてまあ,まあこれからもまたこれは増えていってまた違う展覧会でもこれは違う形で展示されその度に この作品にはその目には見えないけれどもそのコンテクストみたいなものがこう付与されていくと。だからすごく中身が空っぽなんだけれども過剰に大きかったり過剰にいろんな展覧会に出品することによって来歴がついてなんとなく立派になっていくまさに裸の王様的な作品になっております。はい。で、これがアランの 最近ゲームを作らなくなってしまったアランさんの代表作ゾンビマスターになってますこれはえっ、ー、とですね駒が1個進むとそこの直線上にある相手の駒が90度回転するという仕組みになっておりましてこれ一体どういうことかというとえっ、ー、とですね主体性のないまあ私たち まあ日本人でもいいんですけれども、の、どうしようもなさみたいな。だから、勝ち負けが結構その、積極的に攻撃してこう相手を倒すとかじゃなくて、もうなんか、何も考えてない人たちがこう駒として動かされて、なんか、なんかぐだーっとした感じで、あの、勝ち負けが、勝敗が決まるという、えっと、なかなかこう、変な、変な感覚のする、 ゲームで、まあ、すごくこの作品は面白いと思うんですが、まあ、ちょっとここでこう実際に遊ぶことができないので、まあ、このようにそのオブジェとして展示するにとどまっております、まあ、そ,こらそこのミュージアムショップでこれが6,500円だったかなで実際にこれと同じものが買えますので、まあ、皆さんそのアランさんを応援する意味でも買っていただけるとですね、えー、と全部アラン君が 全部手作りで作っておりますので、まあ、6500円だったらお安いのかなと思っておりますそうですねまあその、まあ、ゾンビマスター自体もさっ,さっきほどから何回も言ってるようなそのえっ、ー、と現代アートにおける前衛前衛という軍事用語これも本当にそのまさにこの盤上でのゾ,ゾンビ主体性のない兵隊同士の 泥仕合という意味では、すごくこう前、前衛の、前衛のどうしようもない部分をこう背負っている作品だなと思っております。はい、で、奥にございますのが、えーと、パープルーム一期生、パープルーム原理主義の安藤由美さんの作品、光のサイコロジーという作品でして、まあ、これは去年の2020年に渡り夢美術館の地下のオンサンデーズで発表されたものになっております。 えーっとですね、この作品の特徴はそうです、ね、パープル,ルームの、まあ、日常が描かれているのですが、まあ、これは全部安藤さんが手書きで書かれていまして、まあ、普通、通常アニメーションというと、まあ、集団制作を大体行うんです、ねまあなぜ。なぜならばその、まあ、動画枚数もすごく必要だし、まあ、絵を動かすって結構やってみるとすごくも,うものすごく大変な。 労働でまあ、安藤さんの場合は全部1人で書いているのでえっ、ー、とですねコマ,コマ数自体は実際のテレビアニメに比べたら少ないものの、まあ、全てが同時に同時に動くというかその全部の全部の画面が絵画作品の連続でできているので、まあ、要はその背景とキャラクターっていうことでこうレイヤーでレイヤーで分けていない分 すごくこう、コマは少ないものの、情報量自体はすごく多い作品になっていると思います。そうですね。うん。だからこれは、だからパープルームっていう、なんかちょっとこう悲しい、まあある意味悲しい集団を安藤さんっていう作家の目で見て、その、 描いていてるわけですがその中ににさらにこう絵画作品が描かれたりとかそうですねやっぱり、まあ、パープルームっていうのはその前衛の末裔である一方で、まあ、絵画運動でもあるので、まあ、そういった絵画運動としてのパープルームっていうものをこういった時間を伴うアニメーションというメディアで、えー、とドキュメントできている 貴重な作品なのかなと思っていてまさにこれを描いているところもパープルームだったりしてえっ、ー、とだからこのアニメーションの3秒を作るために例えばパープルームで3日過ごしていたりとか何か,何かこうなんだかよく分かんないことになっております。で先ほどまあもう映ってないんですけどここに映ってた 壁紙があったと思うんですけれどもこの壁紙は、えー、とキューピーさんという作家に作ってもらったものをパープルームのパープルーム尾行の壁に張り込んだもので、まあ、それがもう常設なんですよね。パープルームの、まあ、パーマネントというか、まあ、パープルームの建物自体がもう限界なのであのもう短すぎる永遠という感じなんですが、まあ、そういった壁紙がこう安藤さんによってまた描かれたりこのフルフロンタルの隙間から見える このターポリン印刷されたえと画像にも実その壁紙が記録されておりましてこの花粉の王国という空間に実はですねピカソとかブラックのキュビズムじゃないですけれどもえと多方向から見たパー,プルームパープルームが実際にいろんな視点からこう切り取られて。 そうですね、こう散らばっていたりそれがいろんな時間でこう区切られていたりとかしてよ,よく見ていくとすごくこう見どころが多いんだけれども、まあ、まあわざわざそんなところを見る人はいないということなので、まあ、ちょっと言及させていただきましたでこれはですねこれはですね、えっと、私が最近はまっている陶芸作品ですね、えっと、花粉,粉式という作品で これは最後の方に急遽追加させていただいたんですけども、まあ、追加した理由が、まあ、花粉の王国なので、えーと、そうですね、花粉をこすためのフィルターのついた、まあ、実際にこれは使えるのかと言ったら、まあ、使えないと思うんですが、まあ、それがその閉塞作戦のこの港の入り口近くにこれがあると。まあ、だからといってなんだってことはないんですが、 まあ、あとここにこれを置いている理由の一つが、えー、ともう会期が終わってしまったのですがここから徒歩圏内にある現代美術宗教さんというギャラリーで「平成の気分」という展覧会をしたのですが、まあ、そこにも花粉古式が置いてありましてまあなんていうのかなその花粉がですね花粉がですねこの京都市京セラ美術館から宗教の間まあこう ななんていうのかなこのテニスラケットのような花粉五式がここにもあって宗教にもあるとまあそのその間にも花粉が飛ぶと <laughs> い,いいなみたいなまあそういうちょっとロ,ロマンチックな設定もあったりします、はい、では次こちらに行きます、はい、えー、っとねじゃあ続きましてちょっとですねまた撮影者の方からですね えとクレームが入りまして先ほどは長すぎるということで短くし,短くしたらですね今度は雑だというお話がありましたのでちょっとその中間でいこうかなと多分僕の話が長い割にその内容が薄いっていうことがねあると思うのであの短い言葉でちゃんと的確にいこうかなと思いますはいじゃあどうでしょうねもうモチベーションを保つのがなかなか大変になってきましたよえっ、ー、とこれが 安藤由美さんの油彩ですねえー、と相模原の駐輪場にいる梅地さんなるほどこれが多分駅前のローソンですねここがローソンでそこに停めているとですね結構ですねここのローソンの駐輪場はですね丸一日停めてるともう外に出されて撤去されたりしますね相模原はそういう場所だったりします えーとですね、この絵のこともちょっと軽く説明すると、まあ、この赤いパートっていうものが安藤さんが普段描かれているそうです、ね、この辺にいっぱいある、ま、漫画ですね安藤漫画っていうものもかなり貼られていて、えー、とまずツイッターで、えー、と発表してその後ンのような形で冊子にしているんですけれどもその安藤さんの漫画に出てくるベタ面の作り方 まあこれはえっとナビ派のバロットンだったりとかえと VR のリトグラフのようなあの面の作り方をえっと漫画や安藤さんのドローイングには応用していてまあそれをまあ油彩で使ったらいいんじゃないかという提案をいたしましてまあこのような描き方がここでは採用されていてでこちらの方はまあもうちょっとその安藤さんの中ではオーソドックスな えっと、合掌によるドローイングの要素を油彩に。え、あの、応用したもので、ね、まあ、この辺っていうものは。えっ、ー、と、名古屋の、えっ、ー、と、すきがらさんだったりとか、坂本夏子さんの。えっ、ー、と、影響、意図的に影響を、意図的じゃないな、こう、取り込んでおります。まあ、そういう意味で、この絵っていうものは、初期パープルームの、えっ、ー、と、坂本さんやすきがらさんと。 まあ今でも交流がないわけじゃないんですけれどもより密なコミュニケーションをしていた頃のものがここにえと見受けられますね、はいまあ、そういう意味では安藤さんというのは東京の作家ですけれどもまあ約半分がそのこの辺が名古屋絵画のですねえと伝統も受け継いでいるということになっております、はい、でこちらの方もえとこちらの安藤さんの作品なんですがこの辺のパートとまあ同じように あのアンドマアンドマンガにおける平面性の還元の仕方みたいなものがこう実践された作品でこちらがパープルーム予備校で、えー、とこっちがパープルーム見晴らし小屋でこれがアランの後ろ姿になりますね,、えー、とですねだからまさにこの模型と実はこれ関係がありましてこれ面白いんですよこれがパープルーム予備校 これがパープルーム見晴らし小屋になっていて、こ,こ,こっちに緑寿司があると。で、これはアラン、作くアランで、アランのこれすごいところ、これ測ってないんですよね。測らずに目測で作っています。だから実際の図面とは違うスケールなんですけれども、ほぼ合ってると。ほぼ合ってるけども、やっぱり違うところがあって、えっとですね、この階段がですね、ここなんですね。で、アランが登ってる階段っていうのが、 ここになるわけですよだから模型でいうとこ,こんなに離れてるのに絵画だと本当にすぐ近くに見えると。で実際はどうかというと実際はですねこの辺なんですよね多分階段が多分。だから、えー、と絵画は絵画でその実際の空間と違うし模型は模型でちょっと違う部分があるということで、まあ、まあある意味その現実な空間を作品っていうものに落とし込む時に どのような、えー、と情報の圧縮や、えー、と還元がなされるかっていうことがここからも見て取れると思います。まあ、そしてこの辺はですね、えー、とまさにパープルーム予備校の、まあ、こっちがトイレとお風呂なんですけどもあの壁ですねで本当にこういろんなチラシやドローイングこの辺はね CNH1 さんのドローイングだったりとか中原光大さんだったり。 田中美穂さんだったりね、バリー・マッキーさんとクレア・ロハスさんの DM だったり、そうですね、これは2000、2010年か9年ぐらいのメガロマニアの、あの東京・新宿西口のライカ・エディソンの握手会の時に、私がこ、これが私で、メガロマニアさんたちと一緒に撮らせていただいた、えー、と、 大事なな写真になっております、ね、でこちらにちらっと見えてるのがマテンロー・オペラさんの最初の方のチラシですねでこれがプラスチックツリーですねで先ほど言ったそのキューピーさんの壁紙っていうものがここにこう映っていたりですねあとこの鏡の中に、えー、と向こうにそのパープルームの図が映っていたりとかまあ実際の空間にはこれはないんですけれどもまあそういったこうトロンプーユ的な 騙し絵的な効果がここにはありまして、えっ、ー、と、で、その張り紙の上に実際の張り紙もこう、配していくということで、そのパープルームという空間の中にど,どんな情報が漂ってるかみたいなものを、えっ、ー、と、実際の写真だったり、パープルームに貼られてるものだったり、えっ、ー、と、いろんな時系,時系列をぐじゃぐじゃにしてこう、この辺にこう、 やっておりますねまあまさにこの辺っていうのは前衛美術家のアジトをコスプレしているようなパープルームの本当にただね実際の実際よりもこれ拡大されてるんですよねだから結構大きいですね本当にまあこんなに天井高くないのでねパープルーム予備校っていうのはうんそうですねもうこのパープルームの階段とかもう本当に朽ちていてですねいつ いつ崩落してもおかしくありません。ね。はい。どうかなあとは、まあ、この辺にそのパープルームギャラリーの冊子自体をですね、こう、松沢豊店だったり、星川あさこ店、青春と受験絵画を貼ったりですね。あと、この辺がですね、パープルームペーパーという、パープルームが作っているフリーペーパーなんですが、これがですね、おそらく25号ぐらいかな。 でで止まっているんですねそれは、えっと、安藤さんがパープルームペーパーの担当なんですが、安藤さんの物忘れがちょっとひどすぎてですね、作るよって言った後にすぐ、忘れたって言って忘れてるんですね。多分忘れてる原因が、パープルーム TV を編集することに注力しすぎていて、えっと、パープルームペーパーのことを最近思い出さなくなったっていうことが挙げられますが、 でもやっぱり運動体、運動体たるもの、機関紙だったりとか、こういうものをちゃんと発行していくってことはすごく重要なので、多分まあこの動画を安藤さんが編集することになると思うのですが、編集している安藤さんに言いたいのは、まあ動画の編集も大変その労力のかかる、ね、大変なことだと思うのですが、ぜひですね、パープルーペーパーの方もですね、こう、 おお願いいいできたらいいなと思っております、まあ、こちらの方はですは、ね、別に安藤さんが書かなくても投げればいいんですよね。これだ、なんとかさん書いてくださいとか言って学級新聞のようにこう作ればいいのでちょっとそれを、えー、と安藤さんが見ていたらです、ね、やっていただいて、まあ、これ別に僕がやってもいいんですけど、まあ、でもその何でもかんでも、ね、僕がこう指示を出してやってしまうとまさにこうツリー状のマットな共同体と誤認されてしまいますので。 その辺はこう分、役割分担をね、もう少しこう徹底していきたいなと思う次第であります。まあそうですね。で、この辺にまあ過去の展覧会チラシが置いてあったりですね、この辺、まあ見えづらいと思うんですけれども、この辺はその、日立ち田の展覧会、えっ、ー、と、パープルームミュージ、んなんだったかなパープルーム大学附属ミュージアムのヘルスケアという、なんだったんだろう、あれは。地域アート批判と見せかけたなんか、 よくわからない展示をしたときに床,に床に置いたものを持ってきたりとかですね本当にですねこうまあ過去のいろんな展覧会をそうですね展覧会だったりとかいろんな時代のパープルームの写真をツイッターから持ってきたりだったりとかまあリスカちゃんという作家がまあ見えづらいなどれ,どれがいいかあそうねこういうリスカちゃんという作家がパープルームの えっと、画像を、えっと、そうですね。iPad のアプリを使うことによって、こう、画像を処理したものだったりとかが、こう、いろんなレベルの出力で、プリントアウトされ貼られております。まあ、あと、この辺とかは、その、安藤さんによる、パープルームの、こう、こう、俯瞰した図ですよね。そう。 この辺はやっぱり模型とこの辺がセットになってですね、パープルームに来たことのない人にとって、まあすごくこう、粗雑な感じの配置になっておりますが、まあ興味のある人は頑張ればパープルームっていうものがどういう場所で何,何をしてるのかっていうことが分かるように作っています。っていうのもですね、まあこれはその別に平成点を批判するわけじゃないんですが、えー、っとですね、 えとこの平成美術展のちょっと弱点っていうものが僕はあると思っていてそれは各チームの各チームがこうえっとまあこうちょっとこうザクザクと展示されているんですがやはりその解説のパネルみたいなものがしっかりないので例えばその村上隆さんの芸才があるけれどもいきなりこうスライドショーがあって。 えと一般のお客さんからするとね村上隆っていうものですらよく分かんない人もいるのでやはり公立美術館だったらまずはその、まあ、村上隆ってバーンでいてその後に芸祭とは何かっていうパネルがあってそれで芸祭のプロジェクションを見てやっとなるほどってなると思うんですよ、まあ、だからそのパープルームの方も先ほどの,あの青い青い紙に書かれている文章程度では パープルームが何をしているのか、こいつらは何なのかっていうことは、多分わ分からないので、分からないので、まあ、パープルームの展示っていうものは、まあ、これ全体がですね、パープルームの実は分かりづらい取り扱い説明書のようになっていると。だからこれを、ああ、ごちゃごちゃしてるなーって言って引き返す人もいれば、まあ、丹念に見ていくとかなりのところまでパープルームのことを理解することができる、まあ、そういうくどい展覧会。まあ、言い換えると 優しみのある展覧会でも、展覧会というか展示でもあるということになっております。